栄太郎さんにご登場いただきます。大きな拍手でお迎えください。それでは栄太郎賞スタートです。 Ladies and gentlemen, put your party hats on and get ready to blow the roof off this house. Thank you for coming to the show.皆様こんばんは。じゃあまずはサザエさんで踊らせていただきます。あ、違うんです、私はすいません、栄太郎でございます。ありがとうございます。ようこそお越しをいただきました。今から花火ということで、もう皆さん場所取りの方に移動されるお時間ね、そのお時間の間私がステージでございますが、去年も私来たんですけど、去年見に来たという方いらっしゃいますか。はあ、ありがとうございます。今年初めて見るという方、やりやすいのかやりにくいのか分かりませんがね。でも私も言ったんですよ、実行委員長の方に。去年も出たんで、今年はコロッケさんとかね、ミラクルヒカルとか神奈月さんとか、そっちがいいんじゃないかと言ったら、予算がないけんあんたでよかってなったです。いや、母じゃないんですよね、笑えないんですけどもね。ありがとうございます。まあ、しっかり私のモノマネの時を聞いていただいて、ただこう本当にこうやって見ますと子供たちがね非常に多いんですけどもね、私のモノマネ、子供が分かるモノマネが一個もないんですけど、どうしましょうか。じゃあ子供が分かるモノマネからやりましょうかね。アンパンマン、アンパンマン知ってるお友達。じゃあいくよ、一瞬で終わるけんね、聞いといてね。いきますよ。僕アンパンマン。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。一瞬で終わります。それではこれじゃ子供たちが納得しないような顔をしてますので、隣のトトロのメイちゃん知ってる人。じゃあいくよ、隣のトトロのメイちゃん。あなた誰、マクロクロスケトトロ。はい、ありがとうございます。今のまあまあよかった、みんなよかった。わかりました。じゃあもう一個だけありました。熊野プーさん知ってるお友達。はい、じゃあ熊野プーさんいきますよ、声を思い出してよ、いくよ。蜂蜜食べたいな、お腹が空いたよ、クリストファーロビー。じゃあもうこれで納得してないともう終わりますよ。次は花火を先に打ち上げたいと思います。いいですか、みんなここの海に花火あげるけんね、上見とってよ、いくよ。子供が分かる真似はもう終了でございます、残念ながら。それでは私のモノマネは大体おじいちゃまおばあちゃまに分かるモノマネでございます。今日はあまりおじいちゃまおばあちゃんが見えませんけど、60歳以上の方いらっしゃいますか。あげづらい、あげ20代30代の方、嘘つけ。
ありがとうございます。それではまずは美空ひばりさんの